アレクサンドル・グチコフ、アレクサンドル・イワノビッチ・グチコフ、アレクサンドル・イーバノビッチ・グッチコフ、1862年10月14日から1936年2月14日は、帝政ロシアの政治家、ニコライ2世の時代に国会、ルーマ議長を務めた。ロマノフ長が倒れ、リボフ公を主犯とする臨時政府が樹立されると、軍事大臣県海軍大臣に就任した。 グチコフは、この時代のロシアの保守政治家としては珍しく、貴族階級出身ではなかった。祖祖父のヒョードル・アレクセイエビチ・グチコフは、小儀式派武装派の一派であるフェドセイエフ、派の王民だったが、モスクワの紡績工場で働き資本を蓄積し、自らと家族の自由を買い取ることに成功し承認となった。小儀式派の侵攻のゆえにペトロザボをツクえ流刑され、その地で死亡した。 祖父のエフィーム・ヒョードロビチは、モスクワのフェド政フ派のプレオブラジェンスキー共同体の指導者だった。共同体に設立されていた、個人から労働者を受け入れ事業は拡大した。1848年にはフェド政フ派は、サーリのための祈祷を受け入れた。1853年、その兄弟のイワン、そして自らの子供たちと共に共同体を離脱し、 主流派ロシア正教会の管轄に属するエディノエーリエに改修した。権力側から相続の問題等で脅迫されたことが原因である。グチコフは資本主義の推進者で大手保険会社を経営していた。1906年10月、10月17日同盟、10月党オクチャブリストの党首となる。また、それ以前にグチコフは、ボーア戦争に、 ボーア人側に立って従軍したことで知られていた。グチコフは戦勝を追い捕虜となった後も、再びボーア側に志願し、砲天海戦で捕虜になったロシア人の世話をしたほか、各戦線を回った。1907年2月、グチコフは第2国会に立候補した。この選挙でオクチャブリストはグチコフを含む43名の大議員を当選させた。グチコフは、 ストルイピン首相とストルイピンが実施した一連の改革、いわゆるストルイピン改革を支持した。しかしストルイピン改革の中身や軍事法廷設置、第2国会解散をめぐり、オクチャブリスト党内で政府に対する支持、不支持をめぐり論争が繰り広げられた。グチコフもパーベル・リャブシンスキーなどと論争している。しかし、ストルイピン主導による選挙法改正により、 第3国会における選挙でオクチャブリストは133議席を獲得し、第1党に躍進した。こうしてオクチャブリストは選挙後の第3国会で、ャーリ政府の与党的存在になる。しかし、グチコフ自身は選挙後、選挙に介入した当局を批判し、皇帝に異議を唱えたためストルイピンの支持をなった。グチコフは、黒100人組と、極右君主主義者の支持を得た。 1910年国会議長に選出された。1911年議長を辞任し、公認には同じくオクチャブリストのミハイル・ロジャンコが選出された。ストルイピンとの意見の相違にもかかわらず、グチコフはストルイピンに対して高い評価を持ち続けた。1911年9月ストルイピンが暗殺されると、グチコフはロシアは沼地にはまったと語った。1912年、 第4国会選挙でオクチャブリストは選挙前より30以上議席を失った。クチコフ自身モスクワ選挙区で落選し、議席を失った。選挙後、オクチャブリストは党内構想を開始し2敗に分裂した。1914年第一次世界大戦が勃発。1915年多くの地方政党支部と主要政党による新聞、モスクワの声紙が廃刊に追い込まれた。 しかし、グチコフは政治活動を決して止めず、大戦中、軍需物資の軍への供給のため産業界の首脳によって組織された中央戦時工業委員会に参加した。国会内に、オクチャブリストと立憲民主党カデットにより、シンポブロックが結成される。グチコフは同ブロックの創設者の一人であった。シンポブロックは大臣に対して国会に対する、 責任の確立を要求した。しかし、皇后アレクサンドラとラスプーチンの反対で、ニコライ二世はシンポブロックの要求を拒否した。グチコフは後に、この当時について、シンポブロックのメンバーがクーデターを計画したが、実行には移さなかった、と回想している。事実、誰もが訂正を維持することは、不可能だと悟った。1917年3月2日、 ワシリー・シュリギンと共にプスコフの大本営を訪れ、ニコライ2世に退位するよう説得したのはグッチコフだった。1917年ロシア革命、2月革命でゲオルギー・リボフ公爵を主犯とする臨時政府が樹立されると、グッチコフは陸海軍大臣として入閣した。しかし、外省であったパーベル・ミジコフを中心に戦争継続が決定されると、 これに反対するペトログラードの労働者、兵士たちはデモを行い、ミリコーフとグチコフは辞任を余儀なくされた4月期。その後もロジャンコラ同士と共に強力なブルジョワ政府の樹立を目指し奮闘した。ラブルコルニールフ将軍が軍事独裁を目指しクーデターを起こすとこれを指示したが、クーデターは失敗に終わり、グチコフも逮捕された。しかし、逮捕の翌日、 脱出に成功した。10月革命後、国内戦が始まると、白守る軍に資金を援助した。白軍の最終的な敗北が決定的になると、ヨーロッパに亡命し、1936年2月14日、パリで死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。